ム、BP10 でコロナ禍前と比べて営業利益242増、これまでできなかったチーム強化費等を捻出、日ハム大勝利。北海道ボールパーク F ビレッジ。コロナ禍前の2019年と比較して営業利益242増、これまでできなかったチーム強化費の捻出並びに顧客利便性向上に向けたハードの新設改修を積極的に行っていく。大型補強の始まりだ。やーっと貧乏暮らしから解放されるのか、めでたすぎる。もしかしてそれで FA の模擬調査とか言い始めたんか?3年後くらいには金満球団になってそうやな。営業利益はそら増えるやろ。経常利益と純利益は開業3ヶ月で黒字になってたからな。殺到出る喜びかみしめてるな。当初の予定だった10年未満で建設費ペイできそうやな。殺到3サイドの利益は50切ってそう。噂はの穴はドラフトじゃなくてメジャーリーガーで埋めようぜ。実績のある大物取ろうや。これまでできなかったが最高の皮肉だよな。卒業制度なくなるんか。ドームの支払いあるんやし補強に回す金なんてないやろ。ハード面にも金使うってことは鎌ヶ谷なんとかしてくれや。国書の影響でまともに練習もできないらしいじゃん。チーム強化に金使うって言ってる割には既存の外国人残しすぎじゃね。ちゃんとガチャ引けよ。営業利益なんて建設費用の補填やら何やらある上に普通に毎日の運営と工業の費用やら何やらで当面ほぼ飛ぶと思うんだが。コーチやトレーナーやデータ班の増員も立派なチーム強化だぞ。こういう他球団に遅れを取ってる部分は積極的に金かけてくれや。ドームとか周辺施設の建設費考えなければ黒字だろうけどね。よく札幌と友田俺言われてたけど。ぶっちゃけ札幌が勝手に死んでイスコンが成功するか否かってだけだったよね。さあ、友田俺どころか、一方的な勝敗が決してしまった感じになりましたが。果たして来年はどうなるのでしょうか。ぜひぜひご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。地方、札幌ドームに全くアーティストが現れない模様。札幌ドーム音楽イベント。11月なし。12月なし。1月なし。2月10日クイーン。3月23日キングな。4月なし。このような形となっております。マジかやばいな。意味のないドームだよ。客入らない。機材搬入大変。東京にいる奴がわざわざ札幌でやる理由があまりない。そもそも4万もいらん。2万でいい。新モードがありますよ。切り札の新モードがあるだろう。札幌ドーム埋められないようなミュージシャンに使われてもなんかね。これ埋められんのじゃにくらいやろ。そもそも1万や2万ならもともとそれくらいのキャパの箱札幌にあるんじゃないの知らんけど。わざわざ天幕下ろしてまでドーム使いたいとはならんよな。音の響きもまるで違うだろうし、地元の客で埋まるくらいの売れっ子ならいいけど遠征勢は相当辛い。先日の新駅の説明会で最大の受益者日ハムが微対金を払う気がないことが分かって参加者の北広島市民がブチギレてたなう。北広島も意外と大変なのか。地元人気球団、なぜか露骨に札幌ドームを避ける。札幌駅の近くにあるんじゃなかったっけ。嵐かサザンくらいやろ埋められるのは。でも札幌ドームには下水道店があるから。なんか変だな。北海道なんやからグレーあたりが使ったれ。ところでクイーンってフレディ・マーキュリーいなくても成り立つんか?マジで存在価値が微妙になってんな。天下り先守りたいだけなのにフンみたいな言い訳してるのやめてほしいわ。僻地でもペイペイドームはしょっちゅうやるイメージ。スノーマンでさえ札幌ドーム避けてるからどこも無理ちゃうか。札幌ドームは先役いっぱいなんよ。さあ、果たして2024年5月以降はきっとたくさんイベントありますよね。さて、皆さんこの由々しき状況どう思いますか?札幌ドームでコンサートをやってもらう方法もぜひ皆さんコメント欄で教えていただけると嬉しく思います。ご視聴どうもありがとうございました。新駅の建設案が固まる、道内最大の医科大学、北海道医療大学のエスコン近辺への移転が決定。野球のない日も5000、1万人が毎日集まりキャンプの開催も決定。でも札幌ドームには勝てないよね。小樽、旭川、石狩を言うに越す巨大な街になってしまう模様。サッカー専用スタジアムもできるし。サンフレッチェ広島も楽しみや。移転先はエスコン近辺どころやないで。ほぼ敷地内や。札幌市長めちゃくちゃお怒りの模様。無能な札幌市長ざまあ。ヒグマ出るんやろ怖い。北大医学部1200人、札幌医科大学1300人。北海道医療大学3600人。
医療系の中ではガチのマンモス大学や、石狩市長もめちゃくちゃ悔しがってた。東京所在地入れ替え不可避。もう札幌も北広島市に移転しろよ。当別町、終わる。シムシティみたいで楽しそうやな。千歳空港近いのがぶっちゃけかなりでかいよな。今からでも土地転売間に合う？北海道医療大学は歯学部中心の大学で。医学部ないぞ。結局エスコンが成功するとか失敗するとか関係なくハムが出てった時点で札幌の爆死は確定しとったよな。野球の経済効果すごいんやな。元の立地がカスやったから、マジで移転のメリットありすぎや。もう何年も前から道内の地価上昇ランキング上位ほとんど北広島だったから転売は遅いやろ。どんだけ続くかはわからんけどエスコンが観光地化してるのはええな。千歳には北広島連合軍絶対強い。人口規模だと中核市止まりだけど経済力半端ないわ。エスコンフィールドの周り学校ばっかりなってきてるけど、めっちゃ賢いよな。朝夕は学生、昼夜はイベント客で電車の客層を分けて、学生もバイトしやすい環境が整ってる。今後5年以内に北広島市にできる施設。アウトレットモール、超巨大イオンモール。巨大スーパー銭湯。キャンプ場、コストコ。北海道最大の総合病院。ますます殺度がかわいそうになるな。さあ、皆さんこれから北広島市、どうなっていくと思いますか？ぜひぜひ皆さんの予想も教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ふるさと納税返礼品にファイターズグッズなど HP 開設寄付額300万円で北海道北広島市。北海道日本ハムファイターズのグッズなどが返礼品となる北広島市のふるさと納税のホームページが開設され球団と北広島市などが会見を開きました。FSE 小林健さん。ファイターズが地域に対しより直接的間接的にできる貢献案を温めていた。21日にホームページがオープンしたファイターズふるさと納税。プロ野球の球団がふるさと納税のポータルサイトを開設するのは初めてで、北広島市への寄付でファイターズグッズなどの返礼品を受け取れます。現在用意されている返礼品は選手のレプリカユニフォームやタオルなどのグッズや特別なチケットなどおよそ90品です。来年3月のエスコンフィールドの開幕戦をタワーイレブンに宿泊し観戦ができる61万6千円の返礼品も登場。最高額の300万円を寄付するとホームベースが目の前のダイヤモンドクラブボックスでファイターズ OB 田中健介さんの正解説で試合観戦が楽しめます。返礼品はどんどん増やす計画で、商品開発は田中健介さんも手掛けます。田中さんは引退した選手も含めファンと選手が交流できるイベントを返礼品にしたいと意気込んでいます。ファイターズ OB 田中健介さん。OB も力を合わせてボールパーク作り街づくりに協力してくれるはず。北広島市のふるさと納税の寄付額は去年およそ2億7000万円でした。ファイターズの返礼品が増えたことで北広島市のふるさと納税額の大幅アップにも期待が高まります。北広島市上野正三市長。ボールパーク構想の推進をはじめ本市の魅力向上と、地域の活性化につなげてまいりたい。これぞ街づくりって感じだな。一と球団が一体になる感じいいね。ハムファンにはたまらんやろな。ふるさと納税がっぽりや。めちゃくちゃ納税増えそう。OB の生解説付きで300万か。これも殺到するんだろうな。ダイヤモンドクラブボックスって試合中打席の後ろに映ってるとこだろ？酒飲み放題でレストランの料理付きとかなんとか。ケンスケとワイン飲みながら試合観戦とかファンにはたまらんな。新庄とワイン飲みながら観戦。どうせなら新庄も一枚噛んで紅白戦の監督権とかオープン戦の打順を決める権利とか入れても面白かったのに。殺度も頑張ってるぞ吹奏楽部合宿させたりしてる。どうせ来年も再開確定してんだから D クラス確定した以降の試合1日ビッグボスになって指揮采配できる権利売ったらどうだ？ただの通過地点やった北広島大勝利やろ。さあ、ますます盛り上がっていく北広島市。それに対して札幌市は何か札幌ドームを使ったふるさと納税。期待したいところですね。ご視聴ありがとうございました。